ゴルディアノス2世は軍人皇帝時代のローマ皇帝。正式な名前はマルクス・アントニウス・ゴルディアヌス・センプロニアヌス、ロマヌス・アフリカヌス。ゴルディアノス2世はゴルディアノス1世の息子にあたり、両者が共同統治として同時に皇帝になったため、区別のためにこう呼ばれる。母親は哲学者、ヘロデアティクスの娘であったという。 妹に、後の皇帝ゴルディアヌス3世の母親、アントニア・ゴルディアナがいる。ゴルディアヌス2世の早期の記録は記述のみで、指摘確証がない。彼の死後、ゴルディアヌスを懐かしく思う言動院員議員たちが良い、部分のみ残したからで、信用性に足りるとは、必ずしも言えない。それによると、エラガバルスの知性の時に、クワエストルを務め、アレクサンデル・セウェルスの知性では、 プライエトルと補欠失声官を務めたらしい。237年から父親の命でアフリカ族州の総督となった。235年テイチゲルマニア族州にてアレクサンデルセベルスが殺害される。首謀者はマクシミヌストラクスで元老院の消極的な態度にもかかわらずすぐに軍団により皇帝に擁立された。そして、 地方の圧力を受けた父親ゴルディアヌス一世は238年、マクシミヌスに兵を挙げ、3月22日元老院により、アウグストゥスの称号を受ける。遠くらいの際に、恒例のゴルディアヌス一世は息子である、ゴルディアヌス二世を共同皇帝として、指名、同時に定位についた。マクシミヌスが不人気であったために、元老院や、属州の多くから支持はされたという。しかし、 南方のヌミディア族州総督カッペリアヌスはマクシミヌスの支持者でマクシミヌスと同盟を結んだ総督。カペリアヌスは手持ちの第三軍団アウグスタを率いてゴルディアヌス2世のいるアフリカ族衆に侵攻ゴルディアヌス2世はこれを迎え撃つも破れ238年の末に戦死した。ゴルディアヌス2世の死から30年後にがディアヌス。 ミカドを殺害して皇帝に即位したクラウディウス・ゴティックシタは、ゴルディアヌス2世の死生児との噂もあったようだが、おそらくは非戦の出であり、詳しい出自は不明である。ありがとうございます。